皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はトヨタの新型ノアをご紹介していきたいと思います。このお車は先日ご紹介した新型ボクシーの兄弟車で、この堂々としたモダンで力強い雰囲気、すごく気になりますよね。ミニアルファードと言っても過言ではないほどの王道スタイルで、使い勝手も非常に良く、これは売れ続けているのも納得の素晴らしい仕上がりになっているので、ぜひ最後まで一緒に見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードはハイブリッドの SZ という最上級モデルとなります。全長4695mm、全幅1730mm、全高1925mm、燃費は WLTC モードでリッター22キロです。今回の新型ノアは兄弟車のボクシー同様、フロントフェイスが一番の注目ポイントかと思いますが、これだけギラギラとしているのに威圧感よりも安心感の方が勝る雰囲気、ほんと素晴らしいセンスですよね。フロントの新しい世界観もそうですが、室内空間、機能ともにこれは選ばれ続けているのも納得の素晴らしい仕上がりになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この切れ長すぎない細めのヘッドライトに、開口部広めの大きなグリルといい、とても力強さと存在感を感じる、そんなフロントマスクとなっています。ここのグリル部分は3本の厚みのあるスモークメッキでできていて、両サイドをブラックにすることでグリルの立体感が生まれ、これはすごくシンプルでありながら迫力がさらに感じられます。さらにここには LED のフォグランプと、下の部分にはメッキ加色が施され、エッジを効かせた造形を連続させることでより開口部も際立ち、これは本当にシンプルでありながらもすごくセンスが光っているなぁと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様となっています。ウインカーは面で発光するタイプではなく、やはりこういう点灯方法の方が威圧感もなく、これはすごくよく住み分けができているなぁと感じました。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、厚みのあるノーズ部分に伸びやかで開放感を感じるサイドデザイン、大型アルミホイールといい、とてもスポーティーで躍動感を感じる、そんなデザインとなっています。この窓の下側部分はAピラーからリアのテール部分までスーッと綺麗にシルバーのラインが走り、またこの斜め後ろから見た時にサイドとリアのガラス面がつながったように見える開放的でおしゃれなデザイン、これはすごく美しいなぁと感じました。また今回お借りしたお車にはオプションにはなりますが、ユニバーサルステップというパワースライドドアと連動したステップが備わり、地上から約20センチと小さなお子様や足が不自由な方の乗降性や安全性を高めてくれる、そんな機能をつけることもできます。タイヤは16インチです。このシルバーメタリックが施されたホイール、すごくかっこいいですよね。給油口は左側についています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで、箱型フォルムにまるで翼のような迫力のあるリアコンビネーションといい、とても躍動感と存在感を感じるかっこいいリアスタイルとなっています。私個人的にはここのワイパーが格納された見えないデザインがすごく魅力的で、後方視界の良さはもちろんのこと、やはりワイパーが見えない分美しさもすごく際立っていますよね。また今回この新型ノアではトヨタ初採用となるパワーバックドアの開閉スイッチがこのサイド部分にデザインされ、目で確認しながら最適な位置に止めたり動かしたりすることができる画期的な機能も搭載されました。そしてさらに今回の新型ですごいのがこの3列目のシート収納なんですが、ここのレバーを引くことで簡単に跳ね上がり、しかも自動でカチッと固定までされるという、とても優しい作りとなっています。本当にほとんど力を必要とせず片手でもできる構造になっていて、また今回シートを先代よりも乗り心地が良く厚みが薄いものを採用したそうで、
ここの密室空間はより広くなり、またボードの下にも大きな収納スペースが備わり、この2室の広さはミニバンの強みだなぁと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、このワイドでダークテイストな雰囲気、すごくかっこいいですよね。ここもしっかり兄弟車のボクシーと差別化ができていて、この意外にもちょっと悪そうな雰囲気もよく似合っていて素敵ですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックを基調とした上質で大人っぽい、そんなデザインとなっています。今回のフルモデルチェンジでは外装の変貌ぶりもそうですが、内装のデザインや使い勝手も格段と進化したことも特徴の一つで、この車でたくさんの思い出を作りたいと思わせてくれるような素晴らしい空間に仕上がっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロント中央には 10.5 インチの大型ディスプレイが搭載されています。この大きなディスプレイは全グレードオプション扱いにはなるんですが、想像以上にぬるっと滑らかに動き、これはとても操作性が良さそうです。その下にはハザードボタン、さらにその下には薄型のエアコンの操作パネルが備わり、ボタン類は横並びですっきりとおしゃれにまとまっています。もちろんここには運転席助手席ともに2段階のシートヒーターも備わり、ここにはステアリングヒーターのボタンもついています。その下にはパノラミックビューモニターのスイッチと、アドバンストパークという自動で駐車することができるハイテクな機能もつけることができ、全長の長いファミリーカーなので、このようなオプションがあるとより安心ですよね。そしてその下には電動パーキングブレーキにブレーキオートホールド、さらにその下にはドライブモードと EV の切り替えスイッチなどが備わり、配置も縦型で見栄えも良く、これは操作もしやすいなと感じました。その隣には電子式のシフトレバーが備わり、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。シフトは先ほどご紹介させていただいたパノラミックビューモニターをつけることで備わる専用タイプで、一度右に入れてからシフトチェンジができ、パーキングはボタン式となっています。さらにその隣にはちょっとした小物置きと、その下には USB ポートが2口備わり、ここからコードを出してスマホを充電できる、そんな仕様にもなっています。ここには HDMI 端子にアクセサリーソケットと、その下にもちょっとしたトレイが備わり、さらにここにはメッキ加色の施されたおしゃれな縦型のドリンクホルダー、その後方には蓋付きのコンソールボックスも備わっていて、またさらに置き場に関して言うと、助手席の前には深さのある小物入れと小物置き、その上にはなんとこの部分も収納空間となっていて、このような大きなスペースと小物入れもついています。深さはそこまでありませんが、ここまでもたくさんの収納スペースが至るところにあるというのは本当に素晴らしいの一言だなぁと感じました。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じで、合成皮革とファブリックで構成された贅沢なコンビシートとなっています。シートに座った感じもとてもよく、アイポイントも非常に高いので、とても運転がしやすい印象です。またピラーは細く、前方は少し前をえぐったような作りになっているので、サイドを含めた視界の良さは想像以上に素晴らしいなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、グリップも太くできているので、とても操作性は良さそうです。ハンドルの左側でナビやメーター内のディスプレイ操作ができ、右側はクルーズコントロール関係の操作ボタンとなっています。ハンドルの調整はここのレバーを下げ、前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチはナビの右側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターは中央にスピードメーターが配置され、アナログでもデジタルでも好みの表示を選択できるようになっています。またこの車には
ここにモニタリングカメラがついているのですが、このカメラでドライバーを認識し、0キロから40キロでの走行中、一定の条件が揃えば手放しでの運転ができるというトヨタ初採用の渋滞支援の機能もつけることができ、これは未来感もあり長旅での疲労軽減にもなりそうです。また正面にはくっきりとした表示のヘッドアップディスプレイが備わり、ナビ表示や速度などが分かりやすく表示されます。運転席右側にはメッキ加色が施されたドリンクホルダーと、さらにその下には給油口を開けるレバー、100ボルトの電源スイッチが備わり、なんとこのモデルには標準で2列目とラゲッジに各1つずつ1500ワット対応の給電用のコンセントも装備され、いざという災害時にも役立てられるというのはすごく安心感につながってきますよね。そして中央上部にはデジタルインナーミラーと標準で LED 照明、またここにはスライドドアとパワーバックドアの開閉スイッチが備わり、運転席に人がいなくても助手席の方が開けられるという設計は優しさが溢れているなと感じました。そしてここにはもちろん SOS のコールボタンもついています。それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、シンプルでありながら触れやすい部分はしっかりソフトパッドが採用された飽きのこない、そんなデザインとなっています。ここにはドリンクホルダーとちょっとした小物入れが段違いで配置され、座って出し入れをするにも高さもちょうどよく、これはかなり重宝しそうだなと感じました。ドアを閉めた音はこのようになっています。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と LED 照明が備わり、グローブボックスはこのようになっています。そしてここに CD、DVD のプレイヤーがついていますが、こちらもオプションとして選択することができるようになっています。それでは次に気になる2列目を見ていきましょう。まず乗り込みの際ですが、ここにはアシストグリップが備わり、お子様用と大人とでグリップの太さを変えたとても優しい作りになっています。シートに座った感じもとてもよく、足元空間、頭上空間ともにとても広く、これはすごく快適です。シートにはアームレストにリクライニング機能、後席用のシートヒーターも装備され、オプションでオットマンもつけることができ、これはすごく贅沢な気分を味わえそうです。またシート横にはこのように折りたたみ式の大型のサイドテーブルも備わり、爪付きのドリンクホルダーが4つと USB が2口、ポケット、コンビニフックが前後2箇所に備わり、前後スライドをしても常にテーブルがついてくるという設計は最高の移動時間が味わえそうな予感がしますよね。シート背面にはポケットとコンビニフックが備わり、天井には LED のルームランプとスピーカー、そして後席専用のエアコン操作パネルが備わっています。またもちろんここにはロール3シェードも備わっていて、このドットの縦線、実はサンシェードを上げた時の隙間埋め対策にわざわざデザインされたそうで、こういう細かなところを気遣いできるすごさもやっぱり人気の秘訣につながっていそうですよね。そしてさらにこれだけではなく、3列シートを収納した状態にセットすると、このように3列目付近まで超ロングスライドができる豪華仕様にも早変わりすることができちゃいます。乗車人数の少ない時はここまで広く贅沢に空間を楽しむことができ、ファミリーカーでこのおもてなし要素は嬉しすぎますよね。それでは最後に3列目を見ていきましょう。3列目にアクセスするには、ここの2列目からウォークスルーをすることでも簡単に乗り込むことができます。シートはしっかりスプリングが効いていて薄さは感じられず、また足元空間や頭上空間ともに程よくあり、これは想像以上に快適です。そしてここのストラップを引くことで、数段階のリクライニング機構や左側にドリンクホルダーが2つ、右側には1つ、また先ほどご紹介した大型のテーブルにも手が届くので、3列目の方も非常に心地よく移動を楽しめるんじゃないかなと感じました。いかがでしたか？本日はトヨタの新型ノアをご紹介させていただきましたが、
この王道感漂う迫力のあるフロントフェイスに実用的で機能的な室内空間といい、まさに選ばれている理由も納得の素晴らしい一台でしたよね。ギラギラしているのに威圧感を感じさせない上品なエクステリアもそうですが、ミニバンとして愛のある機能がたくさん搭載されている点など、本当子育て世代の鉄板として熱い支持があるのも納得の素晴らしいお車だなぁと改めて感じることができました。実際に新型ノアに乗られている方や試乗された方の感想、また動画の感想などもぜひぜひコメント欄に書き込んでいってくださると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけますと動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。